こんにちは、速歌塾の久保です今日はね、なんとね、ヒカルゲンジのアルバム、Hello, I love you をちょっとね、お話ししてみようかと思うんですよ。と言ってもまあ、全部の曲を紹介するわけじゃなくて、まあ私がね、この Hello, I love you を聴き始めた時が10代の頃だったんですけども、その時ね、確かね、これ18、19ぐらいの時に聴いたと思うんですけども、まあその時に特にね、あ、なんかヒカルゲンジいい曲じゃん、みたいなね。 そういうふういいいにに思思出に残ったかかお届けしようかと思いま,すまあ前提としてこのジャケットなんかカウボーイみたいな格好でみんな並んでますよね後ろの方はこんな感じであなんか爽やかだなみたいなね <laughs> いいですよねこういうふうなイメージを持ったあ10代20代の男の子ってのはいや私はねどちらかというとむさ苦しい方だったんであの別の人種のような気持ちがしてましたねこういう人たちとあ今でもまあそのままなんですけども まあなんせ、ね、10代の頃からおっさんおっさんしてたんであんまり若々しい時期ってなかったんですよねまあ最近は頭の中も古くなってくるんでバージョンアップして少しでもね若い感覚を取り戻そうとしておりますで、まあ、光源氏に限らずまあ大体こういったアイドル系の歌っていうのは男性の歌う曲はまあ思春期に揺れ動く女の子に向かって歌ってるんだろうなと思うんですよでこういった曲を聴く まあ男性人というか、ね、10代や20代の男の子がどういう気持ちで聞くかっていうとやっぱり自分のこうまだね訪れていない恋愛とかにかぶせていくんじゃないかなと思うんですよ。かくいう私もそうだねあこの例えばね、えーと「俺の手にセイグッバイ」って曲があるんですよ。曲曲目5曲目の俺のの俺手にセイグッバイっていうのは 彼女と一定期間付き合ったんだけども、うまくいかなくって別れちゃったみたいなね。別れたんだけど、ああ、ごめんね、俺が悪かったねと。本当はもっと愛せたはずなのにみたいなのを、このリーダーの諸星和美くんがしっとりと歌ってるんですよね。まあ、その曲だけ聴くと諸星くんってすごくいい人に見えるわけですよ。で、えっ、ー、と、日本武道館だったかどっかでライブした時、その、諸星くんはドラムを叩いてたんですよドラム叩きながら歌って、えー、結構一通り。 その曲の中で、えー、演技をしていたっていうね感じなんですけどもすごくかっこよかったですねその時はね、うん、で曲の内容もちょっとね淡い感じでまあその時は私もねそんなドラマチックな恋愛はなかったんで、うん、あなんかこんな別れ方ってかっこいいなと思っちゃいましたね うん、まあ別れない方がいいんですけどもでも付き合って別れるならこういうふうにあ切なさを残してね、えー、なんかもっともっと自分でできることがあったのになっていうふうに反省しながら別れるそして夕日とともに別れていく2人みたいなのがねなんかこうかっこいいなと思ったんですけども、うん、まあそんなね疑似恋愛をこれ聞いてる男も女もさしくるんじゃないかなと思ったんですよ。で 『俺の手にせいグッバイ』の次にあの光源氏っていうのは7人のチームなんですけども2人の光と5人の源氏っていうのに、まあ、詳細は分かれるんですよね。その源氏の5人の中でも諸星君1人と残りの4人っていうふう風になってるんですけどもその残りの4人っていうね言い方は申し訳ないんですけどもその4人が歌ってるのが「あの俺の手にせいグッバイ」の次のアンサーソングとも言えるようなねなりたいなれないっていうね このカタカナで「なりたいなれない」って書いててちょっと意味深なんですけども、えー、これがね、えー、これまたいい曲なんですよ俺の手に精いくっぱに本当続いたような曲でここではね結構ねあのいい恋愛が始まってるよみたいな雰囲気の曲なんですよね、うん、でいろんな夢を叶えながら二人のジグソーパズルを合わせていこうねみたいなね抽象的でもありながらあのいろんな方のねこれから始まりそうな恋愛への憧れをちょっとね うまくなぞってるかなというふうなね穏やかな曲が2曲続くんですよどちらかというと「俺の手にせえグッバイ」はちょっとね「あのごめんなさい別れちゃったけども俺が悪かったかもしんないな」みたいなでそれを活かして「なりたいなれないは」は頑張って、えー、新しい恋愛に、えー、立ち向かっていくぞみたいなね今度大事にするぞみたいなねでその次の曲は「2人の宝物」なんですけどもこれはねまあなんかね えー、まあ、いい曲だと思いますけども今回は割愛させていただきますあと1曲だけ曲を紹介させていただこうかなと思うんですけどもやっぱり、ね、光源氏」といえばですよ最後から2曲目あの最後の曲の、ま、1個前の曲が結構ね力強くてかっこいいなと思ってるんですよ前回の,あの新世紀ね ヘイセイっていうアルバムに続いた、このアルバムの中の新世紀って曲もかっこよかったんですけど、その次のね、これもアンサーソングじゃないかなと言えるような曲で、風の大地っていう曲があるんですよ。まあ、これも、ちょっとね、こう、恋とはちょっと離れて、これから勇気を持って未来に立ち向かっていくぞみたいなね、男心をかなりね、彷彿とさせてくれるんで私好きなんですよね。結構ね、こう、壮大なスケールで、えー、描いている男性のこうね、 こうドラマティック感っていうんですか、男性の妄想ですね、妄想をね、あもう本当こう大きなスケールで描いてくれてるなというとこですよね。あの単純な言い方はできないかもしれません、難しいかもしれないけども、あの女の子の恋愛っていうのはあの彼氏がいて自分がいてこの二人の世界みたいな感じなんですけども、男性の恋愛感ってね、男のドラマがあって、その中にいつも支えてくれる彼女がいる。 その彼女を愛していきたいみたいな言ってみれば男性の世界の中で恋愛って一部なんですよ一部,一部であるけども全体に影響を及ぼすぐらいの重要なものでもあるんですけどもねどちらかというと女性はその恋愛がこう全体であってその中に自分の暮らしとかが入ってるのかなと思うんですけどもねそこが男女の違いだって聞いたことはあるんですけども私もちょっとね納得できるところはそれあるなと、うん、あの男ってね結構ねいつも 愛する女性のことを考えてるんですけどもいつも愛する女性のそばにいるわけではないっていうねこの矛盾ですよね、うん、そんな感じで10代の私もそういう風にこのアルバムを聴いていました今ではねまあそんな気持ちではないところもあるんですけどもねでえー、と光源氏のねアルバムのラストっていうのはいつもね穏やかであのいろんなことがあったけども疲れ切った自分の体を癒してくれるようなそんなね 眠りにいざなうような、あのー、優しい歌で終わるんですよ。はい、それがハローアイラブユーの中では最後のグッドナイトってやつですね。これ本当にこの曲聴くと安らかに眠りにつくようなね感じがします。特にこの最後のグッドナイトの一曲前っていうの「風の大地」って言ってすごく激しいアップテンポの曲なんでね力強く。もう汗かいいてエネルギー使い果たしたし後に おやすみグッドナイっていう風にね語りかけてくれるその曲はなかなか10代の私にもね、えー、すごくお気に入りの一枚になりましたっていう話でございましたはいえー光賢治何のこっちゃみたいなね方もいらっしゃると思いますけどもまあとかく私の10代はねミーハーに捧げた10代でございましたプラスいまだにねミーハーしてますけどもねまあだからねトラさんとかね宇宙船舶大とかねあのコスプレしてるんでしょうけどもねやっぱなりきりたいというね 極め付きはナイトライダーになりきりたくって車を買ってしまったというねナイト2000が今日も車庫にありますけども今年まだ1回も1回もエンジンかけてませんねそろそろ乗ってみようかなと思いますけどね、はい、じゃあ今回は以上です光源氏の「アイラブユー」でした。